生け花の高校日本一を決める花の甲子園東海大会が開かれ、愛知、岐阜、長野から合わせて10チームが参加しました。今回のテーマは私の今。3人1組で30分の制限時間内に作品を作り、完成度や表現力などを競います。優勝チームには今年11月に京都で開かれる全国大会への出場権が与えられます。優勝したのは岐阜県立岐阜商業高等学校、得点424点です。前の方にお進みください。